大谷翔平、MVP ではない3つの要因を米専門局指摘、すぐに大人気映画の続編作ったご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。2年連続 MVP 受賞を阻んだ3つの要因とは、米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は17日、日本時間18日、最終候補入りしていた全米野球記者協会、 BBWAA が選出するアリーグ最優秀選手、MVP の2年連続受賞はならなかった。ヤンキースのアーロン・ジャッジが癒しに初受賞を許し、米スポーツ専門局は受賞を阻まれた3つの要因を指摘。大谷はすぐに大人気映画の続編を作ってしまったと報じた。大谷は今季、投手として15勝、防御率2.33、219奪三振、打者としても打率。 273、34本塁打、95打点、11盗塁を記録。史上初となる投打規定到達を達成しながらも、栄冠には届かなかった。米スポーツ専門局 CBS スポーツは、彼のシーズンはまた歴史に残るものだったと、二刀流を削機以上の活躍だったと称賛しつつ、受賞を阻んだ3つの要因を挙げた。1つ目は、標準以下のチームメイト。 今季エンゼルスは73勝89敗に終わり8年連続でプレイオフ進出を逃したなかなか勝てないチーム状況に同局はプレイオフに進出できない勝てないチームでは大谷は価値を発揮できていないと考える人投票者がたくさんいると指摘した二つ目には投票者ファンの慣れを挙げた昨季は前代未聞の二刀流で MVP に2年連続の活躍だったが記事では 大人気映画の続編が翌年に公開され、同じかそれより少し優れた作品だったら、賞賛を受けることはない。大谷はすぐに続編を作ってしまったと例えられた。最後の理由は歴史に直面だった。リーグ神の62本塁打を放ったジャッジが残した打撃成績を紹介し、ただただ圧倒的なシーズンを送ったと歴史的異業を賞賛している。それでも大谷については、 最高の二刀流のパフォーマンス。それを同じ選手が2年連続で成し遂げたと改めて絶賛。私たちは特別な何かを目撃しているのだと締めくくったザアンサー編集部伊藤大会。WBC で大谷と一緒にプレーしたい日の丸舞台で超一流の極意九州、待ち遠しい初対面。 メディアを通してでは分からないこと聞けたら、侍ジャパンの一員として今月の強化試合を戦った日本ハムの伊藤大海投手25が18日、周期練習中の鎌ヶ谷でエンゼルス大谷翔平投手28のワールドベースボールクラシック WBC 参戦表面に触れ、大歓迎した。初対面を心待ちにしながら、 改めて本戦での代表入り栄欲をたぎらせた日の丸をつけた戦いへのモチベーションがさらに上昇した大谷の WBC 出場決断は伊藤にとって朗報だった日本ハムの先輩としてもリスペクトしておりすごいことだと思いますぜひ一緒にプレーしたい改めて日本代表に選ばれたいな という思いは強くなりましたと目を輝かせた。2021年夏の東京五輪では金メダル獲得に貢献。この秋も WBC に向けた強化試合のメンバーに選ばれ奮闘した。先発、中継ぎなど多彩な役割をこなせる貴重な右腕。国際大会の重圧をものともしないマウンド度胸も高く評価されている。これまで大谷と対面したことはないが、 どうだどちらも挑戦し続けているのはすごいですし、結果を残している。夢を与えてくれる選手と見ていた。WBC の代表入りが叶えば、必然的にコミュニケーションをとる機会が得られる背番号17譲ります。代表に入れるなら、僕は何番でもいい、直接、尋ねたいことがあるという。いろんなことを考えてプレイしている方、野球だけに集中している感じじゃないですか。 どんな気持ちでオン・オフを作っているのか。メディアを通してではわからないことを聞けたら、グラウンド上で生の声を引き出し、超一流の極意を吸収するつもりだ。伊藤は直近の侍ジャパンで日本ハムと同じ背番号17をつけた。大谷もエンゼルスで17を背負う。負けん気の強い右腕は、そこは僕が引きます。僕は何番でもいい。 代表に入れるならとにっこり笑った。二刀流スーパースターとの共演にはたくさんの希望が詰まっている榎本雅之これからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますよろしくお